初めて弟に切ってもらいます。どうですか。いや、うん、それで止めよう。マジで大丈夫だよね。大丈夫です。こんな感じしたらこうなるんだ。お客さんが今一番やってほしいやつ。おはようございます。おはようございます。高橋さん、髪を切るって聞いたんですけど、本当に忙しくて切る時間なかったんで、はいはいはい、急にコロナで忙しくなっちゃったから、はいはい、やっと切れるなと。こう今自分も変わろうとしていろんなことをチャレンジしてみようと思ってるんで、恥ずかしいけど初めて弟に切ってもらいます。お願いします。お願いします。ここでお願いします。弟です。御社東京サニー代表の陽介です。やばいね、これ。お母さん喜ぶね。兄の髪を切るって。切ったことないんで、なんか整えるぐらいしか僕やったことないんで。どう？上レイヤー入れてんすか？いや、ちぎれてる。ちぎれてる。表面、やばいですね、痛みと。どんぐらいやばい？マックス、痛み。こんな人いる？そうそういないっすね。なんで俺だけテンパなんだろうな。同じ親から生まれてきたとは思えない。そう、もう捨てられてたんじゃねえかぐらいだから。一気にバーンって切るよりは刻んで切ってってもいろんなバリエーションが見れるよみたいな。切りすぎず、切らなすぎず、切らなすぎず。あと俺もちょっと7周年を記念して戦略の立て方も教育の仕方も自分の髪型もちょっといろいろ変えたいんだよ。まず髪型から変える。作るスタイルはさ、はい、お前と俺全然違うじゃん。違いますね。だからちょっと洋介色に染めてほしいんだよ。洋介さんの特徴って柔らかい質感が得意ですね。僕はメンズとレディース両方やるんで、フェミニンチックなアンニュイなメンズのスタイルみたいなのも得意ですよ。今日高橋さんも、ああもうそれはもう柔らかくふにゃふにゃ。いや俺ね、この髪の毛柔らかくできたら本当この辺いらないっすね。まあ任せ、うん、自分っちの人に切られるのマジで結構恥ずかしいから。全然切ってねえじゃんっていうコメント来ないようにします。最後めちゃくちゃ柔らかい感じにしたら超ギャップですね。なんないと思う。そのなんないっていう、いい振りですね。いやいやマジで。お兄ちゃんの毛を舐めるな。新しい高木武を出したらいいんですよね。うん、出してくれ。はい。いや弟の店舗に行くのちょっと普通に、はい、ないでしょ。気恥ずかしいプラス、はい、後輩とかも嫌でしょ、うん、緊張します。初めてなんだ。そうだよね。お願いします。はい。王社に入社してどれくらいなんですか。で今1年半ぐらいですけど、2年目の代なんで。マジ楽しいですよ。たくさんのお客さんが来てくれるんで。お願いします。お願いします。これなかなかこの髪を切るってエモい状況ですよ。マジで親泣くかも。陽介と一緒に住んで丸10年前、俺が前のサロンの時、陽介の髪は切ってたな、家で。一回パーママジやばいことになりました。覚えたての技術をね、弟にぶちかましたらえらいことになったもんな。なんで王さん。僕前のサロンでもうスタイリストになるのが決まってたんですよね。決まってるぐらいのタイミングで店をやるっていうのを聞いて、まあ一緒に住んでたんで、どっちでもいいよって言われたんですよ。ただこっちに来たらもっとでかい夢を見せてやる。その言葉にちょっと面白そうだなと思って、数週間後ぐらいにはもう辞めるって言ってました。めっちゃ怒られましたけど。高橋さんなんで陽介さん誘ったんですか。俺よりすげえから。僕高校落ちてるんですけど、落ちた高校受かってるし首席だったんですよ確か。成績は良かった。そうで僕専門も落ちてるんですけど、僕が落ちたところ陽介受かってるんですよ。でマラソン大会で優勝してたんですけど小学校の時で記録持ってたんですよ。普通に抜かれて、大体抜かれるんですよ。横行ってすごいから、うん、で美容学校行くのも知らなかった。親父に聞いたんだよ。陽介美容学校受かったんだよって言った時にはもう怒鳴り散らかして。で親父は法務省にいたのかな、分かんないけど九段下で働いてて、たまに東京で飯食おうみたいな時に親父と焼肉行ったらそれ言われて、誰の許可を得て OK を出したんです。おかしな話じゃん。で俺は公務員になりたかったけどなれなかったバージョンだから。だって公務員試験受けて受かるって言うんですよ、高校生なのに。高校3年生に上がるときに、それまでは僕ずっと大学行って公務員になろうと思ってたんです。
親にもそうやって言われてたし、じゃあいざ自分の人生をこの先を考えた時に本当にやりたいことってなんだろうなと思ったら、いや公務員じゃない、じゃあ一番やりたいことって美容師なんじゃないかなと思って、高校生の時って髪の毛のこととかめちゃくちゃやっぱり興味あるし、僕が高校生の時とかって雑誌とか見ても美容師さんめちゃくちゃ輝いてたんですよね、一番おしゃれでこういう感じになりたいな当時すごい思ってて、もう美容師になろうって最初親に言ったんですけど、あんたには無理、タクヤはあれだけど、あれってなんだよ、なんとなくやれる自信だけはあったんですよ、何もできないんですけど、なんとなくいける気がするっていうぐらいのノリですね。あとはなんか人と同じ感じが嫌いで、僕の高校はもうみんな大学行くような学校だったんですけど、みんなが行くから自分も行くみたいなのが嫌で、他の人とは違う、やりたいことやるっていう感じに なんとなく憧れてたんですよね。ただ本当に陽介が誰かと喋ってる思い出はあんまない、まあ、僕人見知りがひどいんですよ、もともとそう、全く喋れない。今でこそお客さんとずっと喋ってるんですけど、美容師になって鏡の前に立ったらここのフロア自体はもうステージだと僕は思ってるんで、ここに立ってる以上はやっぱりプロじゃないといけないし、緊張しちゃう子たちってやっぱりいると思うし、そういう子たちがあこの人だったらなんかちょっと今日楽しいかも、ちょっと喋れるかもと思ったら、そういう風な場所だったら僕はいいなと思ったんで、美容室苦手な子も美容室行ったら今日良かったなと思えるようなそんな存在になりたかった。まあ記念すべきね、初めてのカットだからね、これワンレンじゃない方がいいかもしれないです。嘘、一回ワンレン体験させてよ。ほんとこうやって縛りたいの、ハーフアップ。で、ここはそこいらないですね、ちょっと短くて、うん、でここはこうやって丸めたいんですよ、で仕事なんでいいからってなるとワンレンっすね。そうだよね最後のカットチェックも陽介だから、スタイリスト試験の時の、はい、僕いなかったらスタイリストになってないかもしれない。そうそうそう、あの日に受かってないないかもしれない。マジでちょっとレイヤー入れないと多分たまりがえぐいんですよ、ね、うん、いいよじゃあ丸くなって、でこっちはエリアシャッターこっちは切っちゃってもいいから、ラインだけ、うん、ワンレンのラインで、そうそう、後ろはワンレンのラインあって、でこっちは別に、これ切りながらこんなに考えさせられる頭ないかも、めちゃくちゃ考えさせられますね。実家帰っても敬語だもん、ね、どのタイミングで敬語やめていいのか分かんなくなっちゃってそう、最初みんな示しつけたのに敬語のしろって言ったんですよ、なんだあの兄弟はってなるから距離遠ざけたんですけど、そしたら遠くなっちゃった。その一緒に働き出して結局家でも会社でも会うじゃないですか、うん、ってなった時にどこで切り替えていいか分かんなくなって、家で話す時なんて仕事の反省の話しかしないんで、そうなると兄弟っていう関係性じゃなくて社長とっていう感じじゃないですか、この時は敬語かみたいな感じになってたら、確かにね、どこで切り替えていいか分かんなくなって陽介の弟子みたいな間です、女の子だ、高井さんの切り方と陽介さんの切り方は全く一緒ですって、切ってる姿マジで似てるって言います、ね、習ってないんですよ、切ってる姿をアシスタントの時にめちゃくちゃ見てたんですよね、切る順番とかもそれで覚えてたし、それが多分まんま一緒になっちゃったんですよ。黒だから何でもできますよね、だから女の子のショートとかめっちゃ綺麗、今ショートが女の子やっぱ人気なんで、そこを上手くないとダメっていうか、正直めちゃくちゃ長いロングの人とかのカットってあんま差分かんないじゃないですか、うん、でもショートってなるとすげえ差出るんですけど、でもそのショートのカットの理論みたいなまあいろいろあるんですけど、でもメンズカットやってるとその骨格矯正とかを嫌でも考えないといけないんで、それが頭に入ってるんで、メンズのショートを切って学んだことをレディースに活かせるんですよ。でも逆になんかそのレディースのカットで学んだことをメンズに生かすような感じなんで、両方の応用を僕は使ってるような感じになるんで、これ俺マジゴール見えねえけど、いやもう僕結構見えてます、さっきより良くなったな、確かにこれ内側いらないっすよ、え何が何が毛量すごい、あーちょっとはいるよ、重め重め、えどういうこと、いや全然思ってる重めに、あとちぎれるのを計算に入れて、あこれが冬だから絶対、どういうことですか、絶対乾燥するからああなるほど、そうだよ、もうこれ以上もうちぎれちゃうんだから、尖ってたから俺ほぼ会話ゼロだった、マジでなかった、僕の
友達みんなほぼ長男なんですよ、10人ぐらいのグループの。だから兄貴みたいになっちゃいけないんだ、そうやって言われてましたね。だから勉強しようって思ったし4つ年離れてるともう力の差なんてもう歴然なんですよ。だから絶対叶わないから、なんか別のところで勝ちたいっていうか、負けたくねえなって思って、自分のができるんだよ、認めてもらうような感覚ですかね。それで勉強して落ちた高校に入ったし、落ちた専門学校に行ったんですよ。俺のができるっていう風に余裕で受かってやりました。まあ俺は別に余裕で教えてあげた感じで、ここ受かった方がいいよそんなことがあっても今同じ場所にいてね、いいですね。そうですね。やべえ、マジまだ切んの、やべえ もうさ、それ以上ミドルセクション切ったらさ縛れなくなっちゃう、団子は。え、そういうことだよね。そう、うん、そしてもうこの下だけ。え、どんぐらい切る？5ミリぐらい。いや、1? 1センチぐらい。うん、じゃあいいよ、1は。うわぁ、でも1センチでも多分そこまで止まんない。いや、うん、いや、もうそれで止めよマジでマジで。え、大丈夫だよね。大丈夫です。俺、ほら内側残した状態で、うん、あー、こういう気持ちなんだな、みんな髪切られてる人不安でしょうがないですよ。うん、俺そもそもこのボブみたいなあんま好きじゃねえからな。いや、ワンレンって言ったじゃないですか。そうそうそうだから好きじゃないやつはやっぱチャレンジする。なるほど、そういうの大事だから。じゃないと新しいの出てこない。そうそう、出ないからさ、一回こうやりたくないことを破壊してみようかなみたいな。終了？いいっすね。うん、オーシャンってやっぱりメンズのイメージがすごく強いと思うんですけど、サニーに関してはメンズもレディースも通えるお店っていうのを目指してやってまして、女の子でもオーシャン行っていいんだよって、どうしてもやっぱメンズのイメージがある雰囲気を僕は変えたかったので、男の子はかっこよくなるし女の子は可愛くなれるっていう、まあ、それがもうオーシャンだよっていう風に伝えたくてサニー店をオープンしたので、オーシャンの中でもすごく柔らかい雰囲気、僕はもともと美容室苦手だったんですけど、そんな美容室ちょっと苦手だなっていう人でも通えるような空間にしてますので、ぜひお店までお越しください。イメチェン企画めっちゃ面白くなかった？あのイメチェン企画第2弾、カードとか引いて、はい、網田くじでスタイリングして、はい、あれ考えてるの陽介なんですよ。営業部のキャプテンだから、そういう戦略を練るのは大体陽介なんですけど、やっぱり楽しまないとダメだなって思って、どうしても美容師やってると作品作るのにしてもなんかちょっと業務的になるんですよね。若いスタイリストとか作品を作る楽しさみたいなのをもっと感じてほしいなって思ったし、新しい一面みたいな出せたら、クリエイティブな一面というかそういうのが出せたらもっと幅広がるだろうな、これからのスタイル作りにおいてって思って、割とみんな楽しんでやってたんで、僕の中ではかなり効果あったと思います。締めかけね、そう、あ、多分10分ぐらいで終わってんだけどあれ髪の毛ほどいて立たせただけだって、顔メイクするだけでしょ、まあ、衣装は家で探しましたけど、結構評判良かったけどな、俺のやつ。宮治とかさ、モモが動画作ってくれて。ああ、そうなんですか。そう、動画が結構良かったっすね。そうでしょ、僕の髪の毛は結構切ってないから、あれ力作っすよ本当あれ、すげえ時間かかったからな。ホワイトのスタイリストみんなでどこへ撮ろっかって言ってたの。俺はもう撮られるだけだから気楽だったけど、トクが作ったみたいな。ああ、よかった、大人だった。よかった、みんなの引き出し増えたよね。ガチでこうカード引いてやってるから結構みんな超悩まされてて、作る上で悩むの超大事じゃないですか。考えてどうしようかな、どうしようかなっていう思考の時間が超大事だな。最初も結構いけたしな。最初も考えてどんなにみんな仕上げんのかなと思って、僕はすげえ楽しみにしてました。英語やってるじゃないですか、トイックとか受けてみたら。トイックできるから喋れるわけじゃないからね。俺は基本的に友達を作るためだからね。で、仕事をするためだから、うん、地頭とかじゃないから感覚だから。最近忙しくてちょっとサボってたんで、これで英語の先生から連絡来た。俺実はもう卒業してるからね、英語の先生も。ディプロマも持ってるし、初めて行ったわ、卒業したの。本当に今いろんなことに忙しかったから、ちょっとサボっちゃったんだよね。でも入社式の時喋ったじゃないですか、うん、英語で、うん、あれは結構ビビりましたけどね。マジでちょっとできるようになってくる。自己紹介とかそういうのは得意なんだけど、英語でスタイリング講座したいんですよ。難しそう。ニュアンスてか日本語で伝えるのもむずいじゃないですか。そうそう、それ英語で伝えるって。いや、それ今やってるから出すから、みんな見て英語のあみたいになるかもしれない
これなんか僕できたらすげえ一皮むけそうな気します。結構僕見えてきてるんですけど、ね、すごいと思う本当に。俺の髪自体がこうなるんだと思ってそのお客さんが今一番言ってほしいやつじゃないですか、うん、うわーすげえこんな風になるんだっていう。そうそう、いやこんなに考えたの初めてです。マジでめっちゃ汗かいたんですめっちゃ汗かいた。恥ずかしいです。こんな変わるんだと。しばらくフェミオで行ってみようかなと。初めてこんななんかうめえなスタイリング見て。いやさすがだなと。すごいよね。自分じゃ作れないかも。引きで取って。いや難しかったですね。僕の髪と全然違うので、今まで切った中でこんなに悩んだことないなって思うぐらい難しかったです。初めて言ったら髪切ったんですけど、社長ですけど兄貴なので、そんな兄の髪を切れてなんか今すごくエモい気分になってます。フェミニンになりたいあなたはぜひ、あと女の子はぜひ。お待ちしてます。